池田屋事件、幕末の現時元年6月5日、1864年7月8日、京都三条木屋町の、旗子、池田屋に潜伏していた、長州藩、土佐藩などの、尊能上位派氏を、京都守護職配下の、治安維持組織である、新選組が襲撃した事件、概要、池田屋事変、池田屋騒動、とも言われている、 近藤勇は書面で、落葉動乱と名付けている、行きさつ、幕末の京都は政局の中心地として、尊王上位、勤王などの各種政治思想を持つ諸藩の老子が潜伏し活動していた、藍津藩と薩摩藩による8月18日の政変で、長州藩が失脚し、朝廷では後部合体派が主流となっていた。 村上派が勢力挽回を目論んでいたため、京都守護職は新選組を用いて、京都市内の警備や捜索を行わせた、5月下旬頃、新選組書士調べ役兼監察の山崎城、島田崎がけらが、市場小橋上がる新町で、墨まき商を経営する、増谷ヤ右衛門、古高俊太郎の存在を突き止め、合津藩に報告。 創作によって武器や長州藩との書簡などが発見された。現時元年1864年6月5日早朝。古高を逮捕した新選組は、土方歳三の拷問により小高を自白させた自白内容は、祇園祭りの前の風の強い日を狙って御所に火を放ち、その混乱に乗じて中川の朝彦新王を幽閉。 一橋義信、松平片森らを暗殺し、公明天皇を長州へ連れ去る、というものであった。しかし、自白したのは自分の本名が、古高俊太郎であることのみ、という説もあり、小高について、述べられた日誌には、自白内容の記述がされていない、ことから自白は本名のみであった。可能性も高い。これにより、尊上派の老師らが、 時ををかず会合を行うと見た新選組は会津藩に報告の上徹底した市中探索を提案5日夕刻会津藩の援軍を待たず単独で三条四条方面の捜索を開始した戦闘伊の時22時頃過ぎ近藤隊は池田屋で防御中の村上橋氏を発見した近藤隊は数名で突入し 真夜中の戦闘となった。二十数名の尊上派に対し当初、踏み込んだのは近藤勇、沖田総司、長倉新八、東道平介の4名で、残りは屋外を固めた。屋内に踏み込んだ沖田は奮戦したが、戦闘中に病に倒れ戦線から離脱した。また一回の東道は油断して鉢金を、取ったところで額を切られ、 血液が目に入り戦線離脱した襲撃を受けた宮部帝蔵らし士たちは応戦しつつ現場からの脱出を図った裏口を守っていた安藤隼太郎、奥沢英介、新田角左衛門たちのところに土佐藩脱藩、餅月亀屋太郎氏が脱出しようと必死で切り込み逃亡。これにより奥沢は死亡し安藤、神殿も1ヶ月後に死亡した。 もちは負傷しつつも長州判定付近まで逃げ延びたが追っ手に追いつかれ自陣した同じく戦闘の末に脱出に成功した土佐藩所山は山割吉郎の長所が2009年に高知県が購入した土佐京都判定資料高知県立坂本龍馬記念館像から見つかり事件前後の様子が明らかとなった立ちや袴を失い 同僚の石川淳二郎が現場で投資していたことにも気づいていなかったことから戦闘の激しさが忍ばれる。新選組側は一時は近藤、長倉の二人となるが肘方隊の到着により選挙区は新選組に有利に傾き、方針を切り捨てから捕獲に変更9名打ち取り4名捕獲の戦果を挙げた合図 クワナハンの応援は戦闘後に到着した、土方は手柄を横取り、されないように一歩たりとも近づけさせなかったという。この戦闘で数名の尊上派は逃走したが、続く翌朝の一中総統で、アイズ、クワナハンらと連携し、20名余りを捕獲した。この一中総統も激戦となり、アイズハンは5名、ヒコネハンは4名。 ク名ナハンは二名の即死者を出した。その後新選組は夜のうちに帰ると闇討ちの恐れがあるために夜が明けるまで待機し、翌日の正午、三部村の頓所に帰還した沿道は野獣まで溢れていたという。桂小五郎、後の木戸高義は会合への到着が早すぎたため、一旦池田屋を出て津島判定で大島智誠と談話しており、 難を逃れた、談話中に外の騒ぎで、異変に気づいた桂は、現場に駆けつけようとしたが、大島に静止されたため、思いとどまったと、桂の回想録には記されている。影響、御所焼き打ちの計画を未然に、防ぐことに成功した新選組の名は、天下に轟いた。逆に尊上派は、吉田俊しま北添木妻、宮部、大高又次郎。 石川淳次郎、杉山松助、松田重介らの逸材が戦死し、大打撃を受ける。落命した志士たちは、三条大橋東の三園寺に運ばれて、葬られた、長州藩は、この事件をきっかけに激高した、強硬派に引きずられる形で、挙兵、上洛し、7月19日、8月20日に、禁門の変を引き起こした。 新選組はこの事件により、知名度が上がったため、土方や斎藤らが自ら江戸へ向かい、大使を募集するなど勢力拡大に動くこととなった移説。近年の研究では、獅子側の陰謀は、新選組による捏造であり、新選組の実力行使正当化や、尊上派の信用失墜を狙った冤罪だと、する説もある。その理由として、 これらの計画は幕府側の記録にはあるものの獅子側の記録には一切なく、木戸孝吉日記にもダブルコート新選組に逮捕監禁されている仲間、古高俊太郎を救うための会合としか記されていない証拠と言えるものは土方に壮絶な拷問を受け、無理やり自白させられた古高が語ったとされる発言のみで、 その子高も早々に処刑されており、客観的な証拠が乏しいことが挙げられる、新選組出動大使一覧、池田屋事件に出動した、新選組大使は以下の通り、諸説あり、近藤隊、十名、近藤勇、沖田総司、長倉新八、東道平介、武田寛龍斎、谷万太郎、浅野香る、東太郎、安藤早太郎、 奥沢英介、新田角左衛門、肘方隊、12名か24名、肘方歳三、井上玄三郎、斎藤はじめ、原田佐之助、島田咲垣、谷三十郎、川島勝次、桂山部八郎、有通り看護、篠塚峰さん、林慎太郎、三品中次、松原隊、12名、諸説あり、井上隊とも、肘方隊とも、松原正、 宿院良造、池八郎、中村金吾、小関八郎、佐々木倉之助、河井喜三郎、酒井兵庫、木内鳳太、松本喜次郎、竹内玄太郎、近藤周平、頓所守備、三男圭介、小関正次郎、柳田三次郎、山崎進、小方俊太郎、山野康八、孫能上位派志士、池田屋事件で襲撃された主な志士。 宮部定造、日ご飯、池田屋で自陣北添貴妻、土佐藩、池田屋で自陣下沢館の創作中の階段落ちで有名、淵上幾太郎、久留米藩、脱出、大高又次郎、林田藩、池田屋で投資、石川淳次郎、土佐藩、池田屋で投資、松田重介、日ご飯、池田屋で投資、伊藤校長、土佐藩、池田屋で投資、 福岡雄二郎、伊予松山藩。池田屋で投資、おち正幸土佐藩。池田屋で投資、広岡奈美秀、長州藩の新職。池田屋で投資、吉田利マロ、長州藩。脱出後自陣、も月亀屋田、土佐藩。脱出後自陣、事件後の池田屋。事件後、尊上橋氏をかくまっていた。として、池田屋主人の池田屋総兵衛が、 捕獲され、獄死。池田屋も7ヶ月間の営業停止となった。その後、新類により近在で、営業を再開したが、後に廃業し、現存しない、元の池田屋は人手に渡り、別の経営者が佐々木旅館として、営業していたが、廃業した。1960年頃までは当時の建物も、残っていたが、その後取り壊され、跡地はテナントビル。 1978年頃はケンタッキー。フライドチキンの店舗やパチンコ店など転々として、2009年に居酒屋チェーンのチムニーが新選組をテーマにした居酒屋、海鮮茶や池田屋、花の舞を開業している。当地には佐々木旅館の演者が、建立した池田屋総道の詩と刻まれた石碑がある。